裁判所参り NHK をぶっ壊すということで、司法書士の加用丸野先生にお越しいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日は裁判が2件、ありまして、傍聴の方 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,12 名、まあもうちょっといたのかな、今来ていただいている方で、まず最初は よかったら声だけでも、掛川のですね、静岡県掛川の、いつも忘れるんだけど、ビジネスホテルイン、駅南イン、掛川ビジネスホテル、掛川ビジネスホテル、駅南イン、ね、と、駅南イン、なんとかもあるんですね。と、駅南と、駅南と駅南イン、駅南がつくかつかない。つかない。あの、掛川のね、新幹線の掛川駅、降りたらすぐに、あるホテルの、まあ、オーナーさんの息子さんということで、専務さんになるんですかね。ということで、その、ホテルの判決が、判決の裁判が終わりました。高等裁判所、高等裁判所ということで第2審でした。一人で傍聴席でこんなことしてましたけど、いやもう、いや隣に座ってやったでしょ。やってましたね。武田先生これしなかったですか？いやみんな嬉しくてあの、まあ弁護士さんがね、大阪から武田弁護士が来ていただいてて、非公訴人の席で、まあ、完璧な反論書をですね、まあ、NHK が3日前の月曜日になんか新たな証拠が出てきたとか、新たな証拠が見つかりそうだみたいなことを、まあ、言ってきて、その証拠は何なんだっていうことについても明らかに結局しないまま、まあ、今回の今日の裁判はね、2つの争点があったんですね。でまず1つは、BS アンテナをいつ撤去したのかということと、もう一つは BS アンテナを撤去した月の受信料は地上契約、地上料金か衛星料金かという2つの争点があったということです。この東京地方裁判所に提訴してきたということになります。で直ちにこちらはアンテナを撤去したという業者さんの領収書をつけて、11月25日には、衛星放送が映らないようになっているから、その内容証明郵便が届いてから2週間で契約が成立するっていう上告が棄却されているので、衛星契約をしなくていいから本件契約は却下しろ、全部却下しろっていう主張をしたんです。それはまあ、裁判所にも来ずに偽証陳述ということでやったんですね。そうすると NHK はそんなことはあるかいと、そんなアンテナ撤去したなんて嘘だって言い出したんで、お前らすげえなみたいないや、お前らすげえなってなったので、今度はアンテナを撤去した業者さんの陳述書を、まあ、書いてもらったわけですよ。私は間違いなくアンテナを撤去してそのアンテナを持ち帰りましたってことを書いてもらって出しても、それでもね、2回目の期日があれ5月ですかね、去年の5月にあって、でまあお母様と息子さんと一緒にここ東京の中佐野に帰って2回目で、で裁判長に NHK さんとホテルの方に行って確認したらいいじゃないですかと。ただまだ契約ができてるわけじゃないから、ホテルの方には義務がないから丁寧にお願いしなさいって言ってましたよね言ってましたよね。ものすごい丁寧にお願いして、義務じゃないから、契約いいですか NHK さん、そうそう、めっちゃ諭してましたよねいいですか NHK さん、契約ができてないんだから丁寧にねって言って、その丁寧にねって言った後、法廷が終わったら出てきたんですよね、 NHK の職員がね、あの話をしたいって来たんで、僕が間に入ったんですよ。何の用ですかみたいな感じで僕がこうやって入ったんですよ。NHK の日頃職員が逃げるのに、その時ばかりは結構ね、うだうだ言ってましたよね。裁判長の話聞いてなかったんですが、この後任意で何か調査をするようにみたいなことをNHK 職員が言い出したから、聞いてたよ、誰がこの後話せって言ったんや、書面でやり取りしたらええやないかって言ったら、いや、ぬくぬとか言い出したから、じゃあ今から録音取るからやろうぜって言ったら逃げていったんですよね。こんな状態でした。ちなみに第1回目とか第2回目の時初めてだからね、あのそれまで偉そうに言ってたでしょ、あの NHK の特別対策センターの名前は、まあですよね、お母さんいじめてたんですよね、要はね。だから僕が入るとバーって逃げていったんで、じゃあお前ら、裁判長に言われてるから現場見に来いよっていうことで、
内容証明郵便送って5月の多分確かあれ末でしたかね、終わり頃だったと思う、終わりぐらいにね、僕が掛川まで新幹線に行って、さあ NHK 来いよ1時かなんかに待ち合わせをしてたら、あいつらドタキャンしよったんですよ。ドタキャンドタキャンでした。で、なんか明日行きませんって郵便物が3時ぐらいに着いたんですかね。そうですね、なんか郵便局の人が3時ぐらいに、1時に待ち合わせしてたのが3時に郵便が届いたんですよ。ドタキャン、ドタキャンってかもう、だからまあドタキャンを正当化するために当日の3時に着くような郵便を送ってきたと。あ、なるほど。で、仕方がないので、まあ、NHK 来ないので僕がホテルの部屋とかを撮影をして、アンテナが撤去されているのを証拠を取って、一応念のために5月の末の時点でもありませんよって証拠を出した。で、もうせっかくだからこのまま来たら地上契約もうだうだ言ってくるだろうからっていうことで、あのイラネチキをその日に取り付けたんですね。 NHK が映らなくなるっていう。で、それだけだとまだうだうだ言ってくるから、事実交渉人ができるやつ、事実実験あれ何でした、事実実験確認から、証明書、うん、あのね、交渉人が、交渉人ができるね。交渉人っていうのは元裁判官とか元検事さんとか、すごく法律の世界で偉くなった人がなれるところで、まあ普通交渉人イコール公正証書、そうですね、先生なんか公正証書めっちゃ作る、公正証書定款とかも認証しますね。あ、そうかそうか、会社がそうだ、はい、僕も会社作るときに交渉人の、確認がないといけないですよね。 それぐらいめっちゃ偉い人なんですよ。で、交渉人さんは偉いから自分の目で見たことをその時とか全部紙に書いたらそれが証拠になるんですよ。例えば写真だったらいつ撮ったかわからないってなるんですけど、交渉人が平成30年5月29日に私の目で見てテレビがなかった、テレビが映らなかったっていうことを書けば、それがめちゃめちゃ強い証拠になるんで、あえて交渉人さんも来てもらって7月に。で、まあこの交渉人さんが NHK 大嫌いでとんでもないということで、まあもう交渉人さんはただね、仕事から当然私的な思いがあったとしても事実を証明をすることが交渉人の仕事で、 NHK がいくら嫌いだからって交渉人さんを嘘なんか書いたら犯罪になって捕まりますから、それはないわけですよ。だから交渉人さんにもお願いをしてるわけなので、第一審はもちろん11月の25日にアンテナが撤去されたという事実をもとに、判決をしました。で、僕たちは一切主張してなかったんですけど、11月中にアンテナを撤去したら、11月に新規の契約をして11月中に撤去をしてすると地上契約が成立し、同じ月にてか変更した場合には変更後の料金が適用されるっていうのが契約の5条3項にあるんですよ。で、一切こっちは主張してなかったんだけど、裁判官がその規約に従って判決文を書いたので、第一審の判決文は予想外の判決だったんですよね。なんか1ヶ月分だけ衛生料金払えって言われると思ったら、そうじゃなくて、なんか最後の月だけのなんか地上料金を払えみたいな。で、まあ12分の9だけ買ったみたいな、ちょっと中途半端な判決だったんですが、まあ第2審においてはもう12月から5月分までの地上料金は払ってしまいました。争いを減らしたいので。で、11月の料金が衛星料金なのか地上料金なのかのみを判断をするという裁判に、なりました。まあそれは武田弁護士が全部契約書を作って振り込みをやって、今日それを NHK との契約はもうすでに終わってますと、地上料金払ってますと。問題は11月の6日に締結している衛星契約が11月の25日に地上契約によってこの衛星契約は消滅しているから、まあ1ヶ月両方契約したら地上料金を払えっていうことに規約になってるので、地上料金だったら払うと言ったんですけど、 NHK は衛星料金しか請求しないということで今日物別れになって、で裁判官としたら、そんなの今頃ね、もう1年ぐらい前から11月25日に BS アンテナ撤去したって言って交渉人までこちらはつけてるのに今頃ですよ、いやなんか新しい証拠を出したいからあと1ヶ月ぐらいくれって言い出したんですそれも3日前にそれ言ってきたんです。新しい証拠が出るかもしれないから今その証拠を持ってる期間に、どこか言わないですよ、
多分 Google とかなんか航空写真かなんかなのかなと思うんですけど、ちょっと相当しかないんですよ。どこに聞いてるのか質問してるのかわからないけど、どっかの機関に質問していて、その質問が返ってきたら、その11月25日にはアンテナがなかったということが立証できるかもしれないから、それが立証されたら客観的な証拠なんで、ちょっと待ってくださいって言ってたよな、あれ必死になって言ったでしょ、あれ粘ってました、めっちゃ粘ってましたよね。千葉勝彦っていう NHK のね、丸の内の、やっぱり丸の内の弁護士あの程度なんです、申し訳ないけど、まあ、ちょっとね弁護士のレベルが違いすぎて、三村先生にやっぱり頼んでたらだいぶ違ったんでしょうけど、まあ最初にこう、もう一回技術をくださいって言ったわけですよ。そもそも前回も裁判官は2週間程度で次の期日って言ってたのを1ヶ月ぐらい伸ばした、伸ばしたですよね、うん、そうですよね、1回目もそうだったんですよ前回の時は。でしかも前回の時はね、規約の解釈の補充をするって言ってましたよね。新しいその証拠を出すとかって一体言ってなくて、通常第二審っていうのは1回で終わるんですよ。ところが今日2回目だったので3回目遅れって言ったわけですよ。しかもめちゃくちゃ曖昧な、どこに質問をして、どこからの回答を待つとか、証拠の中身を告げずに、しかもその証拠が出てきたら確実にね、立証できるっていうことも言わずに、だからもうで裁判官が後ろ下がっていったんですよ。あれ見たことあります、はい、いや初めて見ました。あの僕めっちゃ豪気、3人の裁判官が1回法廷から後ろ出るんですよ。あれ見たことない、誰もないんだ。あの要は普通はこうやってこう裁判長がこっちとこっちとこうやってひそひそ話するんですけど、もう大きな声で話したかったから1回出たんですよ。でもすぐ戻ってきますって言ったら、結構簡単にもうとりあえず戻ってきますって言って1回出て 2,3 分後にまた戻ってきて、まあそんな主張されるんだったら、証拠をね出したいんだったらもう1年前から出せたんだから、今更言われてもダメですっていうことで、ダメですと、もう終わりますって言ったんですよ。その時に僕はガーってガッツポーズをしたガッツポーズしておーって言ってるのに、その千葉弁護士、ちょっと待って国さんとかってこう来たわけですよ。ちょっと待ってみたいな感じで、国さん、国さんが事実を証明できたら全然変わるんですとかって言い出したから、おっさんまだまだ粘ってるねみたいな、あいつ女に振られても絶対行くタイプやね。もう女に振られても、ああ待って待って、ああとか言うタイプやね。これ侮辱罪に当たんのかな、あ侮辱罪に当たんのいやいや、これぐらいね。いやでも本当に見苦しかったよね。見苦しかった、うん見苦しかったよ。見苦しい見苦しい、あれを見苦しいと言います。あれを見苦しいと思ったよね。見苦しい、非常に見苦しい、見苦しいと思いますよねいやせめて3日前じゃなくて2週間ぐらい前とかね。でもそれぐらい、これもう僕はもう確信してます。 99% 100% は言いませんけど、これはもう掛川のホテルさんの、まあ、英断というか、まあもう最近 NHK は請求の請求の放棄ばっかりしてきてるので、もうどう考えても、ここも規約のことについてはね、まあ武田弁護士がもうしっかりと反論をされて、もうそんなこと言うならお前らそこまで細かいことを平成2年の時に改正したらしいんですよ。で1ヶ月のうちに2回契約変更したら高い方にしますとか結構こと細かく書いてるんだから、そこに書いとけよってそんなの法律じゃないんだから、国会で議論してるわけじゃないんだから、規約なんて NHK が勝手に作って総務大臣の OK もらって、なんかどっかの諮問機関の OK もらったらできることなんだから、そんなに心配だったら書いときよって、今書いてないことを今更ね言ってくるなよみたいなことを、まあもっと丁寧な言葉で書いてましたけど、武田弁護士がそれを返してたんで、もう裁判官は2回目というか合議してたんですけど、またこっちに、こういうこと裁判所の判断は変わりませんとか、ね、2回目のガッツポーズか俺だけやってガッツポーズしてたの。いやもうみんな多分ねこのガッツポーズは僕にしかわからないと思うんだよということで4月の25日です、次の判決がね。4月、ね、そういう意味じゃ早いのかな、ね、4月25日1時25分から、ここの424号法廷ですか、判決が出ます。まあ NHK 負けるでしょうね、まあ、特に高等裁判所なので、まあ、NHK はまたあの弁護士はもうねもうダメって分かってながら上告はすると思いますが、
もう上告してもダメでしょ。ダメですよ、ダメですよね。また上告してもダメですよね。ダメですよね、多分ね。多分あの上告はできますよ、権利があるから。ただ、まず憲法を争うことではないので民事訴訟法の312条の規定には当たらないと。318条の、まあこれまでにそういう判例がないので、ひょっとしたら開くかもしれませんけどね、最高裁。あ、でもね、これ最高裁開いて NHK 負けた方が逆にまたニュースになるのかなって気もするので、まあとにかく高裁では間違いなくもうこれは勝ったと言えるでしょう。 99% 間違いないでしょう。ということでね、まあ、4月25日なんで統一地方選挙終わってからのことなんでね、ちょっとまあそこは残念なんですが、まあ、7月の参議院選挙にはすごく弾みになるかなとね。あれ、あ、そう、新小岩のねパークホテルのオーナーさんが来られてまして、来週火曜日ですよね。そうです、はい、全く同じというかもっとシンプルで、新小岩パークホテルさんは去年の7月にまた NHK のスパイが泊まって7月の30日にアンテナ外して、で僕家の家から歩いて100メートルなんで NHK に来いよって言ったら、あの NHK の水田かな、あの職員が来なくて、でもそこはさすがに7月の30日ってアンテナが撤去されていることはもう争いがなくて、その規約の解釈だけで今 NHK が争っていると。ただ前回の期日で僕が宇都宮に行ってたんで行けなかったんですけど、このまま行ったら NHK さん全面敗訴ですよって言われてるんですよね、はい、NHK の請求は全部棄却になりますよというアドバイスを NHK がもらってるので、で弁護士も同じ千葉さんでしょもうね、ちょっと千葉弁護士に対してはね、俺ね都の城まで追いかけたことがあってね、もう知ってる人おる、都の城まで俺が千葉弁護士追いかけたの。千葉弁護士、宮崎県までわざわざ行ったのがもう7年ぐらい前かな、まだ党を作ってなくて、そのテレビがないのにテレビがあるっていう脅されて契約した案件があって、でまあその裁判のね行ったら、もう千葉こらーって追いかけましたろう思ったら、あいつどっかから逃げて、で俺が全然関係のない顔知らなかったんで、関係のないなんか都の城の裁判官裁判所の職員に文句言ったら、私千葉じゃありません、そう言うなとか言って千葉にはやられたんやな過去にね。から千葉弁護士ね、なんか NHK の代理人で NHK の裁判負けるって相当ダサいと思うので、チーンや、ね、ダブルで負けてしまえ先輩、ね、ということで、長くなりましたが、この後ちょっともし残れる方は残ってください。住民訴訟の方も一回来てやりますので、裁判所より NHK をぶっ壊す